皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスネットプレイングサッカーということで、今回ワンマッチですね、サッカークロアチア代表対スペイン代表、ちょっと前にネーションズカップで対戦したカードですね。これをやってみたいと思います。はい。で、フォーメーションこちらになりますね。クロアチア代表ポイントはなんといっても、モドリッチですね。この存在は大きいです。非常にもっとパスもシュートも上手い選手ですね。このステータスよりもさらに攻撃、守備ともに、チームを支える選手です。で、あとラキティッチがいますね、バルセロナの。はい。この人も非常にパスが上手い選手ですね。あと、コバチッチですね。ちょっとこれステータス低すぎますが、昔はレアルマドリーで、攻守ともにですね、モドリッチの追随した、有力なセンターミッドフィルダーということで、切り返しの鋭さはモドリッチよりもありますね。はい。で、マンジュキッチですね。この人も、ユーベでしたか確かね。はい。非常に、アグレッシブな攻撃的な選手です。というわけで、これで、ちょっとスペイン代表と戦ってみたいと思います。はい。で、このゲームだとスペイン、イニエスタ今神戸にいますけど、代表も引退してるんですけどね。このゲームだといますね、まだ。はい。なので、イニエスタとにかく要注意の選手ですね。あと、スペインは、ピケ・セルヒオ・ラモスのセンターバックコンビも有名ですね。ここですね。危ない。イニエスタ、守備よりも、とにかくパスに気をつけないと。で、センターフォワード、ジエゴ・コスタが入ってるので危ないけど。マーカーがいかないですね。はい、この選手も要注意ですね。ジエゴ・コスタ非常に、ボディコンタクトあります。はい、クリマジッチここで取ったら、ちょっとこれじゃダメかな。はい、パスがいいですね、クロアチア。はい、これ、今一応、攻撃シュートの形まで持ってきましたね。スペイン要注意なのは、イニエスタですけど、全体的にちょっとパワフルな選手がいないですね、攻撃陣に。みんな線が細いです。ただパスが非常にうまいんですけど、そこが弱点といえば弱点ですね。あと、驚異的なスピードを持ったウィンガーもいないですね。はい。パスで崩すチームです。はい。ここで取って、カウンターと。はい。やっぱりセンターバックのチェックが、ラモス、ピケがいいですね。あと、ブスケツも入ってるので、ディフェンスは非常に硬いチームですね。ラモス実際だと甘いプレーもあるんですけど、イニエスタに取られるとやばい。ここは、はい、これは1点かも。イスコも、シュートが入らませんで、イスコも、もう有望なスペイン代表の未来を担うような若手ですけど、ボールコントロール優れてますけどね。シュート、ちょっとボール持ちすぎる傾向は若干ありますね。いやー、強いな。はい、これ1点か。やっと取りましたね。ラモスピケ硬くて、いまいちでしたけど。はい、マンジュキッチの体の強さで、なんとか潰しました。フェリシッチ。はい。これはいけるかな。下げて。はい。シュートが入んないな、なんか。よし。クロアチア、全体的に今のこのステータスよりはチーム力はあるはずなんですけどね。ワールドカップ2位の選手ですからね。国ですからね。ただ、ゲームには反映されてないですね。デヘアがいるか。非常に強いスペインのゴールキーパーですね。大体一流のチームはゴールキーパーも一流ですね。すごい。マンジュキッチ無理やり体ぶつけて打ちましたけど。はい、モドリッチもうちょっとシュート力あるんで、コバチッチ。はい、ここで、対応が。やっぱはい、いいですね。ブスケツの対応が早いですね、明らかに。ああ。マジキチ、体でこじ上げてシュート入れるタイプですけど、ディフェンスにも献身性があって、非常にチームに欠かせない存在ですね。うわぁ。うん。ラキティッチ、これは、ああ。さっきから攻撃かなりうまくいってるんですけどね、なかなか決まらないかな。あ、これは、うわぁ。ブスケツが速すぎる。バルセロナのアンカーですけど、非常に能力高いですね。いや。ラモスが強いな、やっぱり。えい。ダメだ。ああ、やばい。万寿記。よし。強い。というわけで 1-0 でした。やっぱり全体チーム力、スペインの方が上でしたね、若干。次はですね、また、クロアチアとスペイン入れ替えて、今度はスペイン側視点で、どうせならやりたいと思います。はい。まあ、違いはですね、というかこのゲームまだイニエスタも、シャビも多分引退してないので、非常に緊密なフォーメーションを築けますね、スペイン使えば。はい。で、ただ、ちょっと攻撃がね、欠けてんのが、あれですけど、シルブ使うか。アセンシオ使いたいですね。アルカンタラいらないな。ペドロも強いですけどね。さあ、どうするか。デヘア、またカシージャス、セスク・ファブレガス、シャビア・アロンソ入れる手もあるね、こうやって。これでも十分ですけどね、ジョルディ・アラバ、ダビド・シルバ、アセンシオ。ディフェンスが硬いんで、あと誰か使いたい選手いますかね。十分か。これで十分ですね。はい。かなり攻撃的な取ったつもりですね。ジェゴ・コスタに当てる感じで。こうするか。はい。ちょっと下げます、これ。イニエスタ低めにして。はい。多分このフォーメーションだとクロアチアは抑えきれないでしょうね。特に、0バックの関係でこっちだけゾーンプレス緊密なんで、クロアチアのインテンシティの高いディフェンスがなければ勝てない。通りですね。はい。ジェゴ・コスタシュートいいですね。悪くないです。さあ、ラモスが釣り出されたけど。わあ、マンジュキッチ強いな。イスカボール持ってるんですけどね。モドリッチだけ要注意。あ、危ない。はい、これで取れれば、くさびを落として、ラモス、ジョルディ・アルバ。うん。はい、これシュート。ああ、アセンシオ見事なシュートが入りました。はい、アセンシオも期待の、スペイン代表期待の若手ですね。将来を背負う選手です。これは、すごい、シュートまで来ましたね。この強さありますね。15コスタ。はい、落として、アセンシオと。早いな。アセンシオ独特のリズムがなんかありますね。あ、コスタフリーだ。はい、15コスタフリーでしたね。胸トラップから1点と。コーナーキックで一番マークしなければいけない選手がなぜかフリーでしたね、今。落として、アセンシオ、ドリブルある。ちょっとクロアチアのディフェンス良かったですね、今。ナイスディフェンス。これは取れるかな。はい、取ればカウンター成功ですね。やばい。イスコちょっと動き出しにかけるところがあるかもしれません。わー、はい。2-0 ですか。もうちょっと点取れるはずなんで。これは、よし。当たって。強く当たってくれ。はい。イニエスタ、ちょっとシュートないんで、今、無理気味に打ちましたけど、できれば前に開いてる選手にスルーパスと。わあジョリであれば、ダメですね、シュートは。これは、はい。シルバー走ってましたね。やった。はい。マンチェスターシティの非常に人気のある選手です。これは中央が、わー中央入ってる、わーオフサイド。惜しい。あ、選手ドリブルあるか。あ、やった。これは1点でしょ。ジョルディアールはシュート能力がいくらなんでも低すぎるな、これ。まあ、ただ、突破はすごいんですけど、はい、コースに打たせた方が入りますね。そうか。ジョリであればハイプレスいけるはずですね。うわ、でも、いかれてんだ結構。危ない。やばい。上にやってますか、一回ね。この辺に。あ、僕行った。イスコ、頼む。俺は、かわして中に切り込みたい。今、触ってシュート打てれば1点でしたけど、キーパー飛び出してたんで、残念ながら。悪くないけど、として、シルバー。わあ。いや。はい、ラモスシュートもないですね、やっぱり。これは走ってるな。わ、ナイス飛び出しですね。もう1点は遠いか。というわけでですね、今回は 4-0 ですか。はい。やっぱりスペインの方がチーム力ちょっとあるということで、クロアチアの方がですね、ワールドカップで結果残したんですけど、やっぱり世界レベルで活躍している選手っていうのはあんまり少ないっていうのが、このステータスに反映されてますね。スペインはやっぱり、リーガとかで、プレミアで活躍している選手いっぱいいるんで、そういう選手、どうしてもステータス高めに設定されるんでね。まあ仕方ないことですね。というわけで今回、スペイン対クロアチアでしたが、2戦やりましたがね、4-1 ですか、スペインの4点取って勝利ということで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。